昨日午後、村田町の住宅街で発生した火災は、出火からおよそ5時間半後に消し止められました。今朝から警察などが火の出た原因を調べています。警察によりますと、昨日午後3時20分ごろ、村田町村田の会社員、矢部正俊さんの住宅から出火しました。火は近くの住宅にも燃え移り、住宅合わせて6棟が全焼したほか、1棟の一部が燃えるなどの被害が出ました。消防車16台が出て消火活動にあたり、発生からおよそ5時間半後の昨日午後9時5分ごろに火は消し止められました。火事によるけが人はいないということです。警察と消防は今日午前9時から実況見分を行い、火の出た原因などを詳しく調べています。